はい、どうもこんにちは、ナナユです。本日も数学の話題を提供していきたいと思います。今日の題材は2013年度の上智大学の入試問題です。範囲は数 A の整数ですね。整数と方程式ですね。不定方程式の部類に入るかなと思います。はい、それではやっていきたいと思います。まず括弧1から P を素数二次方程式 x の2乗マイナス P の2乗 x プラス 4P の2乗イコール0が素数 Q を解に持つとき PQ を求めようというですね。P も Q も素数で素数 Q が解に持つと言ってるんで、まあ、これは Q を代入しましょう。つまり Q の2乗をマイナス P の2乗かける Q ですね。プラス 4P の2乗が0ということになります。で、素数だっつってるんで、まあ因数分解してですね、どのように因数分解するかっていうのはもうありますけれども、とりあえず、素数を、おびき出すような形で、因数分解していくといいと思います。だからマイナス 4p の2乗ってこんな形に因数分解をしたとしますよね。そしたらここに素数があるので素因子 q があるので、左辺は素数 p で割れてるので右辺も素数 p で割れると。4p の2乗の中に素数 q がなきゃいけないってことですね。つまり、q は、4を割るか、もしくは、q を p が割る。で、これ両方とも素数だったら、p イコール q になってしまいますよね。こうなるしかないじゃないですか。素数が素数を割るんだったら、もう素数イコール P イコール Q になるしかないですよね。ですよね。なんで、もし、まあ、Q が4で割れるんだとしたら素数 Q は2になります。で、そうすると 2×2−P の2乗がマイナス 4P の2乗っていうふうになっちゃって、これだときついですよね。なんでかっていうと、2で割った時に 2−p の2乗が −2p の2乗になって、3−p の2乗、p の2乗イコール −2 となって、不能になってしまいます。敵になってしまいます。ですよね。したがってその、Q が4で割れるっていうことはなしで、Q イコール P という場合に絞られてしまいます。Q が P で割れるって言った時に、P と Q が異符号の場合もあり得るのかな。P イコールプラスマイナス Q っていう可能性はありますね。ただ、もし P イコールマイナス Q だとしたら、これマイナス P がここに入ってマイナス P の、マイナス P マイナス P の2乗イコールマイナス 4P ってなって2乗となって結局こうなってしまいますよね。 P かける足す P の2乗イコール 4P の2乗になって、不適になるわけです。こっちプラスこっちマイナスでこっちプラスですんで、だから、イコールになりませんね。したがって P イコール Q の時しかないということが言えます。したがってまあ、元の式に代入すると P かける P マイナス P の2乗、まあ元の式に代入しましょう。最初の方程式ですね。この式に代入して、P の2乗マイナス P3 乗プラス 4P2 乗イコール0という形で、P で1回割って2回割ればいいんですかね。そうすると P イコール5っていうのができます。で、Q も5ということですね。これが答えです。
はい、ちょっとなんか遠回りした感じはしますけれども、まあこれ以外にも方法はなくはないですね。いろんな方法があるので、ちょっと別解として、紹介をしておきましょう。はい、1番ですけど、代入した式をもう一回変形して9の2乗をマイナス p の2乗9プラス 4p の2乗という式を今度はこんな風に変形します。 q の2乗イコールで、p の2乗でくくれるようにします。まあこっちの方がなんか変形としてはマイナスが出てこないのですっきりしてますよね。で、さらにどうするかっていうと p の2乗で割り算をするんです。これ整数ですから、q-4 イコール p の2乗分の q の2乗という形になって、 p と q はそれぞれ素数なんですよね。で素数でこっちは整数なんですよ。これは整数なんです。で素数分の素数の2乗分の素数の2乗が整数になるってことは素数同士が一致する以外にありえないですよね。だって異なる素数だったら互いに素になるわけで p の2乗分の q の2乗は整数になりえないですね。だから、p イコール q と仮定するととすると q-4 っていうのは整数にならないわけです。これで矛盾ですよね。したがって p イコール q ということが言えます。で元の式に代入してもう p イコール q イコール5っていうのが、出てきます。この方が早いですね。いいですか。はい、だから p と q の値は両方とも5のみということになります。それじゃあ2番に行きましょう。括弧2ですけれども xy は正整数で p を素数とすると 4x の4乗プラス 4y の4乗をマイナス x の2乗 y の2乗イコール p ってありますね。ここの式はこれ複二次式と呼ばれているものです。2変数の複二次式ですね。で複二次式には因数分解の方法が知られていて、まあその真ん中の項をいじくって、無理やり因数分解2乗引く2乗平方の差の形にするっていうのが定石になってるんですね。この形に持ち込むっていうのが。でそれができなかったらこの問題ちょっと苦労しそうだなっていう印象ですよね。もしそれができなかったらまあなんか定数を足して無理やり左辺を因数分解してとにかく右辺には変数が来ないように、まあできればそうですね、p 足す、定数という形で収めたいですよね。で、左辺を積の形に、右辺は定数という形にしたい。ただし、その場合は素数という条件が使えなくなるので、まあうまく不等式とかで、制限をしなきゃいけないことになります。ということで、もしこれ、因数分解できないと結構難しくなる可能性はあります。でもまず最初に考えなきゃいけないのは、この複二次式が因数分解できるかどうかですよね。で、これは実際にできるんですね。2x の2乗の2乗足す、2y の2乗で真ん中何持ってくるかっていうと、これこれとこれ足した時に2倍するんですから8が出てきますよね。つまり 8xy の2乗 y の2乗が出てきて、で 9x の2乗 y の2乗すれば元に戻るじゃないですか。このマイナス xy の2乗が出てくるので、これで因数分解できるなって分かりますよね。これでだから、2x の2乗を足す 2y の2乗の2乗マイナス 3xy の2乗という形でめでたくこれ因数分解できるんですよ。だから 2x の2乗を足す 3xy 足す 2y の2乗と 2x の2乗をマイナス 3xy プラス 2y の2乗イコール p という形になる。で素数になったら、まあ、片方は素数の2つの数の積、整数の積が素数ってことは、まあ、どちらかが1ってことですよね。
で、これは明らかに、このマイナスついてる方が小さくなるに決まってますよね。こっちの方が小さいわけです。引き算すれば、だって、6xy が残るんでしょ？で、xy は正の整数ですから、こっちの方が大きくて、こっちの方が小さいということになります。引き算するまでもないかなと思うんですけど、xy は正の整数だから、正の整数分を足したこの 3xy 分だけ大きいってことですね。で、正の整数を引いてるから小さくなるってことです。ということで、こちら側が p になって、こちら側小さい1になるということが確定ってことですね。この値は正の整数ですから、マイナスマイナスってことは当然ありません。だからマイナス p とマイナス1になることもないということです。したがって、2x の2乗マイナス 3xy、2x の2乗マイナス 3xy プラス 2y の2乗が1というのが確定しますね。で、これ xy について、これ、正の整数ですから、絞り込みができます。つまりこれ、平方完成して、2倍の x マイナス y の2乗プラス xy が1と。で、xy が正の整数なので、もうこれ、x と y が異なる正の整数だったら、ここ2より大きくなってしまいますよね。だから、1以外にないってことです。xy イコール1ということがもうここで確定するということです。で、その時に、この値が p という素数にならないといけないんですね。それ確認しなくちゃいけません。つまり p イコール、2×2x の2乗足す 3xy 足す 2y の2乗が、1代入した時に7になるんですね。で、これは素数ですね。で、OK と。というわけで、結局 x イコール y イコール1で p イコール7とというのがこれが答えになります。まあ人によってね、この左辺が因数分解できなかったらどうしたらいいんですかっていう質問でそうですけどもね、それは場合によって、解けない場合もあるかもしれませんね。なかなか難しくなる可能性はあると思います。素数という条件が、まあたとえその積の形になったとしてもうまく使えなかったらあまり意味がないので、そうですね、これはだからそういうふうに複入式の形で因数分解できるようになってるんですね。はい、この複二式が因数分解できるというのは、まあ、高校の教科書にも載ってるぐらいなので、まあ、割合と誰でもできる変形だと思います。まあ、これ知らないともちろんできないですけど、教科書に書いてある内容なので、一通り学習を終えた人であれば、解ききれるかなと思います。途中の式も、この辺も、難しくないですしね、この条件が出てから xy が絞り込めるっていうことにちゃんと気づかなきゃいけないですね。その辺が勝負の分かれ目かなという気がします。はい、というわけで整数問題の割にはまあ常時結構難しい問題出すときあるんですけれども、この問題は、比較的穏やかな部類かなと思います。はい、2013年度の上智大学の入試問題でした。最後までご視聴していただきありがとうございます。それでは失礼いたします。